新幹線の座席、倒していいですかって必要。新幹線で腰掛けた時、倒していいですかと、後ろに声をかけるべきか迷ったことはないでしょうか。インターネットで、さまざまな意見が上がっています。うん。うで。どっちがどうなんやろうね。だって、まあ、正直<前>、あかんっていうおらんやん。おるらしいで。おる<え>らしい。やめてください。お聞いたことあるです。それこそ、ちょっと強面の。うん、<わ>おっちゃんとかが、ちょっとでも倒したら、ガッ って行かれたっていう話があるよ。俺はもんだ。か倒すためにあんねんかだ。ただね。やべっかくでかい、いったらすぐ。その。言動の問題あるやんか。ぐわ。おんねん、これはおルで。ぐわ。もう、ぜそれはやっぱ言わなあかんと思うわ。ワわっとっていいですか。俺は、俺は言う。俺ね、でも、ある程度、まあ、さあ、座ったら、ちょこっと倒せやんか。そこでも、もう最初に言う。後ろいてあったら。後ろは言う。

なあのボタン今スマホでも取れるやんか早めとんねん俺大いだから後ろにあんまりえへん状態のところを取るからまあね極力ね全部座るときあるからそうやね東京大阪間でも2時間半で分かってる時はもう乗った瞬間に後ろいてはったらすいません倒していいですかやけど名古屋ぐらいやったらもうちょこっと倒してもうあんまり言わへんかな450分やったらねでもさエコノミーで飛行機乗ってて海外行って4時間5時間の時倒さざるをええんやろそれは当たり前倒しますか言うてもあかんよも困るからなこんなそれ でもそれでも言うんかな飛行機は言わんかさすがにあー人におよんちゃいます大きいわただ俺オーストラリアの帰りにその隣ごっつい超えた白人のね、はい、おばさんで、うん、俺が奥の席やね で俺がトイレ近いから5回も6回もさ、8時間の間で行くの嫌な顔されたわ。しょうがないやん、でも俺も。<laughs> まあね、決められてしまってるからね <laughs> 席変わってくれって言いたかったけど、んあんた奥に住んでお前、だから正面行きやねんから、うん、もう絶対通路は取れてたから。そこでもあれも。局の人間が。いや、だから言うなあかん、お前、それは。言わなあかん。<laughs> 言わなあかん。なあかん、お前。いや、俺ももうそ、そはな、い、あ、あれやから、言うても。まあね。 ビジネスやから、まあ、まだええかな、と思って。ビジネスと言う、ね。こっついよ、このおばちゃん、こ、ね、っついねん、もう。いや、いや確かに。ただやっぱりね、言うてね、うん、気持ちよく行かれ、顔はしはるで。いい、うん、っすよ、ああ、そうですよね。で、言われた方も、うん せんかしないですあから然いいですよひと言ぐらいパッと言うたらやっぱりええやったそれでええんちゃうまあいいですよってまあ言うよそうやろまあ黒田は言うけど缶ビールこぼしたおっさんには思いっきるけどなあれ腹立ったわほんま缶ビールそのおっさんも分かる地面たり缶ビール置いてバーこぼして俺のスーツかかってん俺の営業用のスーツ かかったんや。ふわ、かかったんやな。めっちゃ怒ったよ。ものすごい怒ってたから、もうめっちゃ他人のふりしてあ、隣でですかそんなんさ、なんで、なんで地べたに置いてる。地べたに置いたらそれは新幹線で。俺は見えんや地べたに置いてるか目の前の席やから。なんか俺冷たいなぁと思って、パッて全部流れてたや。う それ、あれも。それをさ。おっさんおえおっさんしかも俺まだ若手やん。スーツいっちゃうかもうむちゃくちゃ高い時代や。俺らからすると。でやでや、俺らからすると、もう出た十万円ぐらいだと、も今で言ったら僕らの中で百万ぐらいのもけだ出しの金。投け出しの金やし、もう、営業行かな、帰りやったかな、あれ。帰むちゃくちゃあるなって。うえ言うてんの見て、俺も横でもほぼほっそええんだよ。このおっさん何しとんねん、思うて。 なんでお前下に奥で入ってるやつ。いや、缶がコロコロって流れてきたやんや。で、俺、あ,あ,あ、空き缶やと思ったから。ああで、よう見たら、あれ、中出てるやんけ、みたいな。べ <laughs> っちゃべちゃやんけ。そうだ。飲んで間もないのを下に置いてたの。こぼけ思ってさ。<laughs> なんじゃいと思って、ほんま、こっちあるだったら覚えてる若手の頃。確かにね、あの、でもやっぱりね、あの、あれ分かれへんねん。まあ、グリーン、 乗せもうてんねんけど、仕事な中らで、グリーン車って、あの、おしぼりみたいなのくれるやろうん。してる私、グリーン乗ったことないです。あ、あのね、グリーン車って、あの、このおしぼりがめっちゃ万能なんよ。ちょっと分厚いんでしょうん。うん。布で、ものすごいな。床掃除するのもええし、子供のお尻拭くのもええし、で、みんな結構話題になってんねんけど。はいはい。で、あんなんな、言うたかもしれんけど、俺この前東京行ってた時、パッと、斜め後ろにおったおっさんがな、みんあの、なんちゅうの、ああいう人ってなんちゅうの、パ ええパッセンジャーっていう、のは何時だ私あるやん。そうスは渡ね。何十何パースはさっき。あの人がパッてこう私きはる。普通にね、ありがとうございます。あどうもどうもって言うや、ええやん。はい。いらんって言うてる。へえ。そんな怒ることおっさん。いらんかっけあ結構です、でもいいやん。いいやん。ほんで置いといたやん。別にもうてたらええやん。これぐらい。こにかばんの中にいたら邪魔なるもんじゃない。置いて帰ってもいい。いらんってめっちゃ怒っとんねん。何をそんなこのおっさんは。 そう <laughs> 別にさ。お前な、アイアンみたいにブリ一匹渡したらそらいらんって言うで。<laughs> それが出てるとこ、パパワーとたたかあ。あ、どうぞどうぞうぞ。あ、どどうぞ。って言われたられどうぞって言われたら、いらんって言ういや、普通だろ、起きてたろ。起きてて。ええ。めっちゃ怒ってんの。目と目が合ってて。 どうぞ。いらーんって。怖っ。怖いじゃなくて、これ、アホかこのおっさんを思て。ねえ、なんか虫の痛みが悪かったそんなとこで偉そうにするおっさんが嫌いなよ。ねえ、店員さんとかね。あ、行き、行き。知ってんねん。180円、1本180円のな、おなじみの焼き鳥屋行った時も、はいちょっと行き込んでたんや。レジでな、ちょっと遅なるや女の子若いな。高校生が知らんで、ちょっとアルバイトの子がまたおっさんや。1本180円の焼き鳥屋。うわ、遅いな、今。 えぞこれこれやったらおいおいぶっ最後な女連れてあおちゃうかと思うわけよい,いやそんで、ね、たまにおるやろ<い>回転寿司でも偉そうなおっさんおんねんいおいってはよとんほんでよかったで俺この前回転寿司行ったらさ俺たまに行くね時間ない時一人でパッとバー,とー,ーと時間ないからこう<ー>隣のおっさん全部あのあ,あ,あのあ、ー、の 色ね、カウンター座れへんやろあやら、家族で行くから。カウンターじゃカウンター、みんな家族じゃないとは、あの。ボックス、ボックス行くやんか、ボックスお前ら行ったりとか、じゃ、黄色とか青とかあるやんか。黄色とか。あの、お、お、おあい、お<皿>、あなたのお皿の色。はこれですみたいな。あ,はい、あるやろ、はい、それい。で、この、このテーブルのとこに。 人、色やんか。ああ、なるほど。でもな、カウンターでな、二人に一人やん。ねああ、そうなか一緒に使う分かる二人にとてだ知らんおっさんと、俺は、共有セラピンクやったらピンクなんよ。わかる注文したら。でも、自分がこれ言うたって分かるやろと思うや例えばさ、うなぎ。うん。おっさんやろ。うなもうピンクのくるっと。俺の、俺のとこ、あの、タッチパネルは一個やからさ、俺のとこから、 もうすぐ到着するって言うと、ね、そ,うそうやな。うん、全部おっさんとってね、横のおっさん。えー、見事に。おんな、は、自分も浜中だから知らんけどな、浜中に行く、はにく取るよね。骨、えー、一個に打つじゃうこのクソ爺期だけど、今日かっこ悪いや、俺顔させても嫌やし。 それでも、その厨房した分、自分、お前の割りになってんじゃん。そうやねん。だから、いや、だから済みなんてびっくりしちゃう。俺、全然ゲーへん、全然ゲーへんって思って、はい、まさかこのおっさん、俺の、取っどんのかって思ったら、ハマチが4巻の時にもう取ったと思ったから、<laughs> 鳴らして <laughs>、ちょっと来てくれと。 ペイさんよと。怒られへんけど怒りはせんと。僕、まとなりやん。気まずいですもんね。たぶん。全部撮ってます。私が言うたこの注文。ピンクの皿のやつは、さ皿ぐらい取ってます。俺は1個も来とらんと。したら、それいいけども。会計は全部。会計俺、おっさんの俺、これ見てくらんの。ピンクのクソジギの会計俺はう払わんと。わかりおれへんねおっさん。 それはもせ、まあ、説明しに行ったわね。あの、いや、それも隣のそも。それ多分な、でもつけてへんと思うよ<え>。それは、ほんならもう、あ、もうすいません、まだこれもこう、法制<う>の男よ。あ,<ー>あの、一回消しますんで、もう一回選んでください、言われて、俺。えあ、もうそら<あ>もうれも、叩く、ま、叩くいやんか。と思うで。あ、でもあれってほら、 お皿の前にすお皿の前にするお皿のお皿の前おっさん俺こんな頼んだってわかるやろわかるわかるハマチ分かる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 だかる前後するときはあるわそれをさ前後するときはある分かるやろそれを目くじら立てて100円飲んでんなおっさん俺らとか言いにくいハマチおっさん食うかえって言うやろお考えても俺らやろうって言いにくいやんかそれ言いにくいでも中には回転寿司でも生きるおっさんはおる どこでもビール塗るないかビールがあのな高級店行ってな偉そうすぎて俺やっぱ覚えたわかるわやっぱりみんなてる。100円のな回転寿司でなそない偉い偉そうにするなおっさんは確かにありますねおっさんは偉そうにしよるわすぐ分かるよすぐ気けようと思うもおっさんとしうあれ見てたら っきり冷めるやん。ああいうおっさんになりたい。もう、もう、正直と申し上げるけどね、夫婦揃ってるパターンもあるからね。ああ<る>。これもう普通は旦那が、もう親父が、わらーっ言ってたら、ちょ、言わんでええやんやけど、まあ。 南の方のほう行ったらもう夫ふぞろって言うてはるわあんたすって!」言うて後ろから応援してる応援歌が聞こえとったわびっくりするよ <laughs> でも私もファミレスでバイトしてた時にお,<う>お客さんにお前年収かかすぞって言われましたなんで何か買い遅かったんですよ<ー>私もこう打つのがレジ打ちが収って年収かかしてないやす、ね、お前年収かかすぞかまされたかまされましたでも気強いやんギッシャンや私はその時高校生でまだバイトしたてやったんですよ 1>、うん、高1とかで<ー>だからめっちゃ怖くてプルプル震えてました 年食かすって言われましたおっさんはな、もうすぐ偉そうにするね。あのもう日本の悪いとかな、お客様は神様ですっていうことを言い過ぎや。そんなことないんやって。うんうん。な。神様なわけあれに汚い顔してんのに、このおばあ。汚いおばあのお前長その、ばいわゆる一般の人がね、行くところで多少高校生のアルバイトやったらミスもあるやんか。そんなもんや、俺はもうそう思ってるし。そりゃ、ま、 もう、じゃ三万円もする寿司屋がさ、サービス悪かったらんやと思うけどで、うん、思うけども、1 8円の焼き鳥やもんだって。<laughs> ねえ、怒らんでもお前ええやんけ、お前。ねえ。お会いそう2850円やん。お前、偉そうにすねよ、おっさん。そこで、サンマも食らったっちゃ別やけど。ええ、女も偽物クロック咲きながら、汚いおばはん連れて、で、おばはんもそう、あやる耳見てて、私の男、多分彼夫婦ちゃうと思う。愛人。負けありない。なるほど。この勇ましさを見ようみたちょっと聞いてんの。女がや。私の彼氏。左利きやりましたのと。ほんま。 まあやっぱりオッサは自己アピールですやっぱり倒す時でもあの倒していいですかってようちゃんはシュッとしてるシュッとしてるわ確かにシュッとしてるこの前長毛の剛と偶然同じで統やってさ乗っとってさ前の人がすみません倒していいですかって言おとどうどうどう綾野郷やんうわやっぱり言い犯ねんで綾野郷が言うねんぞオイラなんかもっと言わない綾野郷ヘリックだねそれに比べて百八十円の焼き鳥屋のおっさんよ偉そうよお前 千八百五十円でお前こんな遅いだもうられえわ。何やこれはもうられえよ向こうも正直来てほしいし空気悪な何回南海電車乗って帰っていった嘘やろ弱あるパターンやというわけで以上今週のそれいけ目線でした